安心したまえ。この催眠ガスは無害だ。誰？会長をさらったのはあなたなの？いかにも。現場に戻ってこんなことするなんて、ずいぶん大胆なやつだな。興味のある人物がいたものだからね、小林オペラ君。僕のことを知っているのか？怪盗に君を知らぬ者などいない。大怪盗エルと戦い、ドイズを失った伝説の名探偵じゃないか。どうやら復活の噂は本当だったようだ。違う、復活なんかしていない。ではなぜここにいる？それは成り行きで。ほう、ではこの間の黒船事件だったかな。あれを解決したのは君なのだろう？それも成り行きだ。あの場に居合わせただけで。なるほど、噂は噂というわけか。だがそれで十分なのだよ。どういう意味だ？私はまだ駆け出しでね。復活の小林オペラ、怪盗を取り逃がす、そんな噂の一つも立てば十分な箔がつくとは思わないかい、この私に。なんだと。待て。復活の小林オペラ、そんな噂は流させない。君たち。はい。おいぞ、急げ。早く。了解。やった！急行車だ！急行車に戻るぞ！ああ、生徒会長！そんな…最後の手段ってわけね。あの会長が人質に取られるなんて。あ、そうだ、彼女は探偵養成所ともいえるこの学院の生徒会長、つまり生徒たちのトップ。それなりの実力を持っているはずだし、トイズだって使えるに違いない。こんな簡単に捕まるの不自然だ。となればこの状況に至るあらゆる可能性を考慮すると。いやはや恐れ入った。卵とはいえさすがは探偵。会長を離して。おっと動くな。それ以上近寄るならばこのお嬢さんをここから落とす。お遊びはこれまでということだ。この音、ヘリで逃げる気だ。楽しい時間だったよ。また会おうじゃないか。まあ次の機会があればの話だが。待て。ん？見えたぞ、この事件の真実が。
なんだと？お前は怪盗なんかじゃない！小林さん？何なの急に。怪盗じゃないって、それじゃ。この学院の敷地に入ってから疑問に思うことがいくつかあった。それらにはちゃんと理由があることに今気がついたよ。お、面白そうだ。ぜひとも聞かせてもらおう。タチさん！え？いるんでしょ？出てきてください！タチさん、本当に出てきちゃったよ。ヘリの音、携帯だったのね。どういうことなんですか？僕たちが生徒会長室に向かうとき、タチさんはポケットに手を入れていた。なぜです？この年になると手先が冷えるもので。嘘だ！僕たちに見られないようにタイミングよく携帯を操作するためでしょう。生徒会長室の前に着いたとき、タチさんの携帯が鳴った。それも特大の着信音で。なぜあんなに大きな音なんです？耳がかなり弱っていますので。嘘だ！あなたは言った、自分に携帯の操作は難しいと。それはきっと本当なんでしょう。だからあの時、簡単な操作で鳴る音、スイッチ一つで鳴る防犯ブザーを鳴らしたんです。それをメールの着信だと偽った。その後携帯を取り出し、堂々と画面を見ながら操作するために。そしてメールを返すふりをして発信したんだ、アンリエットさんの携帯にね。今かけてみてくれませんか、アンリエットさんに。承知しました。またガラスの割れる音。真下から聞こえた。この下は生徒会長室です。そう、このガラスの破壊音はアンリエットさんの携帯の着信音だったんだ。だからあの携帯には着信の履歴が。その通り。生徒会長室に入ろうとした時、タチさんは合鍵を持っていませんでしたよね。はい。あなたはあの部屋の鍵を持たされていないんですか？ええ。嘘だ！あなたは執事なのに不自然すぎる。タチさんは公衆電話に向かいましたよね。はい。なぜです？警察を呼ぶためでございます。嘘だ！それならとっくに警察は到着しているはず。でも今そんな気配は全くない。あなたは携帯の電池が切れたと嘘をつき、あの場を離れなければならなかった。僕たちに電話をかけるところを見られると都合が悪いですからね。なぜならそれは本当に警察を呼ぶわけにはいかないからだ。すごい。そんなこと全然気にしてなかった。さすが小林さん。それで？まだこれからだ。決定的な、彼女たちが発見した重要なファクターがある。え？さあ聞かせてくれ、見つけ出したものを。シャーロック。はい。その生徒会長室の割れてた窓ですけど、ガラスの破片のほとんどが外側、バルコニーに散らばってました。つまり窓は内側から割られたということです。もし誰かが会長をさらおうと侵入したなら、窓は外側から割られ、破片は内側に散らばるはず。でもそうはなっていなかった。これは無視できない矛盾点だと思います。よし、寝ろ。はいはい。部屋に倒れてたソファーなんだけどさ、すごく豪華で重そうだったんだよね。侵入者と会長が争って倒れたんだとしたら、それなりの音が鳴ると思う。でもあの時はガラスの割れる音しか聞こえなかった。それにさ、旧校舎は木造でしょ。あんな重そうなものが倒れたら絶対に衝撃も伝わるはずなんだけど、あの時そんなものは感じなかった。やっぱりガラスの割れる音だけさ。これは無視できない矛盾点だよね。よし、エルキュール。はい、はい。その床の上に散らばっていた本なんですけど、開いている本が
一冊もありませんでした。一見散らばってるように見えましたけど、あれはそう見えるように床に置かれたんだと考えます。つまりあの場所では本が散らばるような争いはなかったんです。これは無視できない矛盾点だと思います。よし、コーネリア。はい。生徒会長室の出入り口付近に落ちていた会長の携帯ですが、操作ロックがかけられていました。もしあの時あの場所で会長が私たちの到着を待っていたのだとしたら、そんなことをするでしょうか。普通手の届く範囲に携帯を置く場合、ロックなんてかけません。着信があった時すぐに出られませんから、これは無視できない矛盾点です。よし。さらに付け加えるなら、あの携帯は侵入者とアンリエットさんが争ったからあの場所に落ちたんじゃない。僕たちに着信音、つまりガラスの割れる音を確実に聞かせるため、わざわざ出入り口付近に置いたんだ。以上のことから導き出される答えは、お前が怪盗ではないということだ。それで私が怪盗でなければ一体何だというんだね。それはお前自身が証明している。何？人はそんなに軽いものじゃない。片手で抱え続けるにはかなりの筋力が必要だ。だがお前の体格は屈強そうには見えない。つまりそれは人形。言われてみると姿勢が不自然かも。ちょっと待って、よく見るから。あ、本当だわ、あれは人形よ。そう、これで僕はまだ会っていないことになる。ここの生徒会長にね。顔を隠した正体不明の人物が目の前にいる。そして会うはずだった人物がいない。つまりお前、いやあなたはアンリエット・ミステール、その人だ。